デュペカバーはこう広げた時にここに穴がありますので、穴を見つけてこういうふうに穴を少し空気入れてあげるようにふわふわっとしてください。で、空気入れてあげた時にデュペカバーのこの穴の位置を入り口から見てお客さんから見えない方向、逆方向に穴の位置を決めるようにしますので、今この状態で正しい位置になってますね。こっち側から入れまして、こういうふうな完成イメージになりますので、これもそうですね。出てこんな感じのシーツと同じように、ね、全体の当たりをつけてもらうんですけど、こういう完成イメージでリペカバーを入れ込めばいいってことですね。で、頭の位置なんですけども、頭の位置をあんまりこう手前にしてしまうとお客さん顔を入れるスペースがないので、頭一つ分っていうとね、個人差あるんですけど、大体まあこれもちょっと感覚で申し訳ないんですけど、リモコン1個分か20〜30センチの間ぐらいの、これぐらいの幅を持って、ここに枕を置いてクッションを置きますので、銀座についてはこれぐらいの幅で作ってもらえばっていう。で、一般的なベッドもこれぐらい幅を開けとけば大体うまくできますので、これぐらいのあたりをつけてからスタートしてください。で、リペカバーが中に入る前はこんな感じなんでね、この中にカバーを入れ込むって感じですね。で、次リペカバーの中にリペを入れるんですけど、タグがありますので、このタグが足元の左右のどちらかに来るようにタグをセッティングしてください。で、これ何がわかるかっていうと、ベッドの縦と横の、違いで、シングルベッドはね、縦長なので分かりやすいんですけども、シングルベッドからセミダブル、ツイン、キングになってくると正方形に近づいてきますので、このデュペが縦か横かっていうのを間違えちゃうと寸法がちょっと寸足らずになっちゃったりして間違いの原因になりますので、タグを探してください。タグが足元の左右どちらかにあれば正しい位置であるっていうので分かりますので、タグ間違えちゃうと、まあ極端にやるとこういう感じで作っちゃう場合ですね、ここがものすごい長いベッドになって、こんだけの身長の人しか入れない状態になっちゃいますね。たまにこれを入れ込むときにこう縦横ずれちゃって、こういう形で完成している人も新人の方多くいるんでね、タグをしっかりと左右のどちらか足元にするように作ってください、入れてください。じゃあ実際入れていきますね。で、入れ方も畳んでから中で広げる人もいれば強引にやっちゃう人もいるんですけど、俺強引にやっちゃう方なんで、まずこっちの左前のところを持って、つまみを持ってこの手のカバーの中から入れます。それで次これですね、内側を入れます。で、足元のこちらですね、こっちも入れます。でもちょっと動きはもう慣れればすぐ入りますので、同じような動きで慣れてもらえると思いますので、で、デュペカバーが全部入りましたら、デュペカバー内の、デュペを少しこうガサガサとやって、カバー内でしっかりとデュペが広がるような動作を大きな動きでやります。そういう風にすると、ちょっと大げさにありますけどね、まあ、あったとすると、だいたいデュペカバーがデュペの中で広がっていきますので、そうするとデュペカバー内にデュペがしっかりと詰まるような感じなんで、デュペカバーからちょっと緩い感じにやっちゃうと、なんか最後の仕上がりがシワが自然と出てきちゃうとかになりますので、このデュペカバーの中にデュペをしっかり入れ込むっていうのが、最後完成した時に見栄えが綺麗になるコツになるかもしれないですね。で、あと少し隙間の方はもう一度この隙間から、隙間というか四隅の方は隙間からフォローしてもらって、こっちもそうですね、リベカバーのフォロー用にここに穴が開いてますんで、少しこういう風な感じでカバーの四隅をしっかりと入れるように調整をします。この時にリベカバーがこうくるっとなったら、これを中でしっかりと
リペカバーの隙間にしっかり詰まるような感じの、こういう感じの中で動き込んだ感じしますね。である程度ここまでできれば大体いいかなと思いますので、で、前の頭ですね、当たりをつけまして、あと追加ですけど折り目がこう山折り、シーツも山折りで、作ってもらうのが基本とはなってますんで、これが谷にならないようにっていうのが、まあ、ホテルのベッドメイクの基本になってますね。山になるようなイメージで、穴の関係で谷になってしまったりもするんですけど、お客さん見えないところに穴が行くっていうベッドの位置によっては、まあ、そこが違ってたらあんまり気にしなくていいんですけど、できればこの山折りで作ってくださいっていうのが最初基本としてなんか言われましたね。一応これで頭を大体当たりをつけまして、次後ろ行きます。その時に頭を手前にやっちゃうと、せっかく当たりつけたのがずれちゃいますんで、ちょっとこうふわふわっとしながら下側に持っていって、それでこっちからもいいかもしれないね。シーツと同じように下側を真ん中から入れ込みます。これが短すぎるとなかなか入らないんですけどね。で、ベッドによってはこの状態で完成してくださいっていうホテルもありますけども、銀座に関してはしっかり後ろを決めるっていうやり方になりますので、これもシーツを入れるときと一緒、真ん中から左右どちらかを決めて、まずここをきれいに整えます。それでここのサイドの処理については、シーツの三角折りの一個手前ですね、シーツの三角折りを先あたりこうつけてくださいと。で、余りがあったらこう下に余りをしてくださいと、入れてくださいと。で、落とし込んで、そのまま落とし込んだら、もうこっちを入れたらシーツの入れ方になるんですけど、上側はこのままにして、で、ちょっとここのサイドのところだけこう手でこういうふうに整えて、こう決めれば綺麗なデュペのサイドになりますね。こういう感じでサイドを決めると。これもちょっと感覚で申し訳ないんですけど、三角折りも1個手前で終わらせておくっていう。下の方決まりましたら、次もう一度下が止まってるんで、上を引っ張ってもらえばこの辺のシワシワのところが全部戻りますので、で、あんまりこうここにベタッとこうつけると手形がついたりするんで、デュペ作ってる最中はもちろんシーツもそうですね、上から乗らないようになるべく隅っこを持ってパッとこう手前に引っ張ってもらう。それで、まず横じわが消えました。で、縦じわを消したい時は少しこう横から引っ張ってあげる。こっちもそうですね、縦じわ消したい時は横から引っ張ってあげる。そういうことで縦じわも消えますし、横じわも消えてきますので、こっちの手前をこう引っ張ってあげるのと、あとこっち側に向けてちょっと引っ張ってあげると、全体的にこっちもこっち側に外に向けて引っ張ってあげると、全体的に上の方が縦じわと横じわとかが全部消えていきますので、ある程度自然にやってるとまたたわんできますんで、ね、多少はちょっと仕方ないと思うんですけど、できるときはこうサイドのリュペカバーのところをこう持って縦じわをしっかり消してあげて、表面がまっすぐになるようなイメージで完成させてください。枕を置く前の完成イメージはこんな感じになりますかね。あとここもちょっと細かいところですけど、少し入れ方がまずいとシワになっちゃうんで、しっかりと決めてあげてまっすぐになるようなイメージで完成させるのが綺麗なベッドのコツになりますかね。